対局開始。どうも、ナロです。お願いします。ということで今日も将棋オーズ自分将棋やっていきましょう。というわけで今日も後付け実況にはなっているんですが、ちょっとねやたら強い三段に当たったのでちょっと動画にしてみました。ということで実況していきたいと思います。まず相手が三ゲーム者ですね。三ゲーム者やってきたんで、これは今エルモ囲い、エルモだよということでエルモ囲いにやってしまって、でまあ右試験ですね、右試験にやっていったんですけど、まあ3五歩をなかなかついてこないっていうところと、まああとはそうですね、あの受け方が異常にうまかったのでちょっとね面白いなと思って上げてみます。あれ2回言った今同じこと、まあいいや、まあ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 、うん、大事なことなんで2回言いました。はい、ということでまあここでですね、もう4五歩突っかけてしまって、で同歩だったら角取って4五銀が受けにくいんじゃないのっていうふうに思ったんですよ。ただまあそうですね、4四歩って受けられておいて、まあ、取って同飛車ですね、同飛車に4五銀ってやった時に4四歩と打たれると、同銀同銀同飛車5五角ってやって、まあ99角成を狙われてしまうのでどうかなってことで、まあ、先に角打ちましたね。先に角打って、でここでの置き方がですね、まあうまい、まあ、まあまあ普通だけど3三角、でまあ同角成同桂は4五銀が出なくなっちゃうんで、まあ、先に銀出てで歩打たれて、でこれも一緒ですね、同銀同銀同角同角同飛車だったら5五角があると。ってことで、ここはまあ引くしかないということで引いたんですけど、でもここで、そうですね、あの、向かい飛車に変えてきて、2五歩から2六歩を狙ってくるという流れなんですけど、まあね、ここでちょっと様子見、ポーンと出て様子見、で、受けてくるかなって思ったんですよ。まあ、3二飛車とかですね。受けてくると、まあ、受けなかった。うん、受けなかったね、まあ、角なって、で、飛車浮くんですよね。2四に飛車って浮いて、で、まあ、2六歩があるんで、まあ、受けなきゃいけないと。で、ここで4二金ってやってくるのかなって思ったんですよね。まあ、馬を詰ませに行くのかなと。4二金から5一金から、なんか4一金みたいに寄ってきて。で、ちょっとまあそうそう3五歩だったんで、まあ、それならこれちょっと馬逃げとこうということで、まあ7五馬ですかね、7五馬って逃げといて、でこれからどうやってこっちは仕掛けていこうかっていう感じなんですよね。まあ難しいかなということで、でまあ2六歩は同歩同飛車で2七歩って打っといて、でここでどうするかなんですよね。まあ2四飛車って引かれといて、でここでまあいつでも4五歩があるんで、まだ7七桂と跳ねといて、で4五歩の時でも9九角成がないようにしたっていうことですね。で次ここからですよね。ここからこっちの方針はどうするべきかっていうところがちょっと分かんなくて、でまあ3四飛車だったんで、まあ、これはまあ4六飛車って置いといて、まあ、とりあえず3六歩を受けておく。で場合によっては2六飛車って回る手をちょっと考えた手ですね。うん、でそういう意図をしっかりと汲み取って、でまあ2四飛車って回ってきたんですけど、でまあこれでまあ飛車ぶつけるのはさすがにこっちの方が陣形薄いんで、まあ損かなってことで、ここでまあとりあえずそうですね、8六歩から8五歩ってて、まあ、相手の玉頭を取りに行ったって感じなんですけど、もうねちょっとここをちょっと指す手がなくてどう指していいか分かんない。でまあ相手も一応高美濃に組み替えれないように7五馬はちょっとどかしたくないっていうところなんですよね。でまあ相手もちょっと指すがないんで1四歩ですね。でこっちも8五歩ってついといて、まあいつでも8四歩同歩同角同馬っていう風に一歩交換できるようにしたってですね。でこの6六歩の意味は6七銀って上がって6八金って上がって4九飛車から8九飛車って感じですね。左玉にやっていこうかなって思ったんですけど、そうこれが機敏な動きですね。5五歩同銀ってやると、まあ、5四歩で銀が詰んじゃうと。かといって、まあ、6七銀って引いてもいいんですけど、そうするとどう攻めていいかが分からなくなるってことで、まあ、6五銀で出てみました。で相手の狙いとしては3四銀からの2五銀の棒銀を狙ってくるかなって思ったので、まあそれを牽制してですね、そういう風に出てきたら5四銀って出るよと。で5三銀なりも見せつつですね、やっていければなっていう風に思ったんですけど、でここでまあ6二金とか上がってくるのかなっていうふうに思ったんですよね。でそしたらまあ1回は8四歩同歩同馬ってやろうかなと思ったんですけど、ここでね4五歩ってきたので、まあ、これはまあ同銀同銀同飛車ってさばいてしまって、でここで4四飛車ってぶつけてくるのかなって思ったんですよね。ぶつけられて同飛車同飛車同角4一飛車4九飛車でどうしようかなっていうふうに思ったんですけど、そう次の手がもういい手でしたね。うん、5六歩、そう5六歩でこれ飛車になると4四飛車ってぶつけられるんですよ。要は相手からぶつけるんじゃなくて、こっちの飛車が動いてからぶつける、一手得しようっていうことですね。なのでそれはちょっと尺だと思って、ちょっと5六歩同歩ってやりました。でまあ4四飛車ぶつけられたら取るんですけど、なってからぶつけられるとちょっとね一手損するんで、そこはちょっと尺なんですよね。でここでまあ 6四銀と打って、まあ6六角って出る狙いですね。うん、この手はで6六角で出てくると思うんですけど、その時にねこっち飛車だったところでどうせ4四飛車ってぶつけられるんで、それは損かなっていうことなんで、そう一番初めにぶつけるよりも、まあ6六の歩がいなくなってるっていうのもありますし、ちょっとかなり損ですよね。いきなり7角成でぶった切られちゃうんで、なんでちょっとあの味付けをしてですね、8四歩同歩8三歩同銀だったら4一飛成ですね。
そうすれば筋トレに当たるんで先手になれるんですよ。そうすれば相手の4四飛車がないと、4四飛車だったら6一竜っていくので、でこう言ったんですけど、まあこれはまあ同銀も同玉もあったんですけど、まあ、本譜は同玉でしたね。ってことなんで、あこう8五歩って打っといて、で同歩だったら8四歩で、同角だったら、まあ、8五馬ってあるんで、で同玉だったら8五飛車からなんかほぼほぼ寄ってる感じになるので、まあ同角が普通かなと。それかもしくは、まあ、8人局と引くでですね、うん、で、まあ、これで、まあ、8号車って回ると一応ね、なんか嫌な手があったんだよ、忘れちゃった。そうそう、8三歩って打たれて同歩なり同銀ってやった時に8四歩が同銀取られちゃうんで、それは損ってことで、まあ、8号馬で行きました。でもう絶対に相手からぶつけてこいと。そうそう、でここでもね、そうぶつけてくれないんですよ。そう、先受けされといてね、5一歩と。うまいなと思ったんですけどね。まあ、ってことで、まあ、とりあえずバラしてしまって、で、まあ、同歩なり同玉でもう一回8四歩は打っとかないと損ですね。打っといて、でどうするかって感じなんですよね。まあ銀1枚じゃね、8三銀打っても6人寄られといて何でもないんで、まあここの辺りで、まあ、とりあえず飛車なってこうかなというわけで、飛車なって、でやっぱすかさずですよ。すかさずぶつけてくるとね、まあ、すぐじゃなかったわまあね、こうやってぶつけられといて、で2一竜ってやるのも4九になられて均等にもなるし、ちょっと苦しいかなってことで、まあ、取りました。とりあえず取って、で4一飛車ですかね。でここで4九飛車だったら、まあ、4八銀って埋めちゃおうかなとも思ったんですけど、うん、難しいですね。そう、4号だったんですよ。そう、これでね、ちょっとまずいかなって思ったんですけど、まあ相手も結構くさび入ってるし、なんとかなるかなってことで、まあ、2一飛成、まあこれ何もしないと7角成から飛車すぬかれちゃうんで、ただこれも同じで7角成から同銀ってやったら8号の馬がすぬかれるんですよね。うん、ただまあ同銀の方が同玉よりはいいだろうということで同銀ってやって、まあ、馬すぬかれるんですけど、8四歩のねくさびが入ってるんで、まあ、これ8三角と打ってしまって、で6人玉だったら5四桂と打って、で上に逃げたら6一角成って感じで金を取りに行けたらいいなっていう感じですね。で、まあ、7一玉って引いて8二銀に6二玉5四桂って打たせてた方が得ですね。どうせ桂馬打って上に上がって金取られるんだったら銀使わせが得なんで、おやっぱ強いなと思ったんですけど、まあ、ここで、まあ、同玉、そうこの同玉だったのがどうなのかなって思うんですけど、まあ、確かにこっち歩もないんで、まあ、8四飛車って払っとけば8三歩って打てないんで、確かにそれも全然あるなっていう風な感じですかね。そうこれね、そう8四飛車って払われてこっちが結構危ないじゃないですか、形的に。形的に危ないんで大丈夫かなって思ったんですけど、まあ、なんかね5八銀とか打たれといても、まあ、詰めろになるじゃないですか。それもちょっと受けづらいかな、まあ、5七金って打てば受かるかもしれないけど、まあ、6五桂とかいう手がありますからね。でここでそう4一竜ってやったんですけど、これがどうだったか微妙ですね。まあ一応相手が受けてくれたので、受けてくれるんならまあまあそこそこでさせるんじゃないかってことで、まあまずは金ぶった切ってですね、金ぶった切って同歩で竜を使えるようにして、で、まあ、次6二金ですかね。6二金と打っといて7一竜からの7二金を、7二金を7二竜を狙っていくっていう感じですかね。でそれがやっぱちょっと怖いと思うんですよ。だからまあ受けるなら6一銀とか、まあでもな、6一金打つと同金ってやるかもしれないですもんね。でまあ6一桂って打ちましたね、一番、うん、安い駒で。だから6一桂だと5二竜があると思うんですよ。5二竜ってやっといて、まあ、7二銀が受けづらいだろうと。で受けるんだったらまあ8三銀とか、7一銀って打つと同金同玉に6二金ってやられちゃうんで、ただまあ8三銀って打ったとしても、まあ、7二金同銀7一銀からまあ一緒なんですよね。6二で取られちゃうっていうのは。で7一銀で、まあ、取るとまずいんで、まあ、上に逃げてくると。でここで、まあ、一発先に8二金と決めといて、で王様上がると思うので、そこでここでも先に6六桂って打った方がいいですかね。7二竜ってやるよりは先に6六桂って打って、6五玉だったら5四で詰みなんで8五に行くしかないと。8五に行かせてから7二竜ってやれば次8六銀での詰めろですね。でまあ攻撃面で8五玉で8六歩は打ち歩詰めなんでできないんですよ。ただ、まあ、飛車の横行きがなければこっちも絶対詰まないでしょってことで、これでどうかって感じですかね。でまあ受けがかなり難しいと思うので、うん、どうするのかなと思ったんですけど、まあ角打ってきたんですよね。まあ歩じゃないのかなと思ったけど、まあ、角打ってきたんで、まあ、それはまあ同銀で同玉でここでね詰むかなって思ったんですけど、なんかねうまいこと詰まないんですよ。なんかどうしても打ち歩詰めになるってことで、まあ、7七銀って打ちました。で引いてもらって、
引かせれば8、7の数も勝ってるし、まあ、こっちが詰まないってことで、まあ、金引いといてね、どうしてなったら道流で詰みなんで、これも必死かなって思ったんですけど、まあ必死ですかね、やっぱね。うん、思ったけどやっぱ必死かな。そう、ここでね、なんか強かったなと思って確認したんですよ。で、まあ、背負ってきたんで、これは同桂で大丈夫かなということで、で、まあ、同玉ってやって、まあ、一応右側に逃げられる恐れがあるんで、まあ、6六歩とか打っといてもいいんですけど、まあ、これ詰むんじゃないかなと思って、いろいろ考えた結果、これ角打ちました。はい、まあ、同玉だったら8四飛車で詰みってことなんで、まあ、6五玉と上がるしかないんですよ。上がるしかなくて、で、6六飛車って打って、で、まあ、これね、6八から打つか、6六から打つかとか、いろいろ考えたんですよね。6七から打つかとか、まあ、6六から打っといてですね、6六から打って引くしかなくさせて、で、6三角成り、で、4四玉に6四飛車で詰みですね。で、これで勝ったかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、なんとか勝つことができたかな、これで。はい。これで相手の方がちょっと時間切れ負けっていう形ですね。まあ、時間切れ勝ちってことですね。なんとか勝つことができました。はい、というわけでね、今日はこんな感じで終わりにしていきたいかなというふうに思います。ということで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。